ちょっとどうして行ってきていい？安心に行ってるよ。あ、いいよ。ちょっと出して、投函してに行ってくる。
とりあえず年末年始の安心感出してる。安心マガジンです。そうはいい。みんな2枚ぐらいあるんだよ。2枚なんか1枚は、未来予想図書けみたいな感じで。そうや。はい、だからこっから、来年だったかな。この先のやつで、まだ見たら、給料入るかとかの所得をなんか妄想で計算して出せっていう。普通それ提出するのって年末とか。なるほど。らしいから、頭おかしいよ。頭おかしい。早く出しちゃえば、めんどくせえから。いや、なんかみんなやり方わかんないっつって。みんな家に持ってちゃったみたいな。なるほど。計算しようがないっていうか、なんか、なんて今までさ、人事っていうか、経理部がやってたのをやらなくなったんですよね。おかしくない？いや、もうコスト削減でしょ。まあ、そうなんですけど、うん。でもさ、それでさ、慣れてないこっちがさ、マスガスのおじさん、2度でも3度でもとかなるパターンとか、うん。あ、トイレ時間書いてあった。8時半からか。後ろのとこあったら超怖いよね、それ。階段とか山道だったら死んでる。怖いかな。あの川ほんと綺麗だよね。あそこの丹命でもな餌くれんだろう。可愛いね。なんかそれこの袋用意しちゃった。本やっぱ面白いな。昨日久々の出社だから疲れちゃった。え？昨日久々の出社だったから疲れちゃったの。そう。うん。昨日何とも言えない一日だった。やべえのが来た。何やべえの？もうなんか日本語がちゃんと喋れないのに適性がないのか、コミュ障的な感じ、障害っぽい感じの人。見た目すごい派手なお兄ちゃんって感じなんだけど、なんかクレーム言ってきたの。なんかひたすらガー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 よくわかんない文句を言ってきて、でもなんか適当に勝ちが言ってくれないと、あ、ありがとうございます、あっという間に来るってなんか、なんだね、2回目また呼ばれた時に今度時短出されたんだけど、どうしようかと思ったマジか。ちょっとあれだね。うん、ちょっとしょ、でも見た目髪の毛とか真っ赤にしてたりとかさ。あんまりこう言っちゃ失礼かもしれんけど、スペルがなんとか別やん。だから障害でしょ。うん。だから言うかもで一応だと思いますって。一応皆さんに伝えてるか。ツイッターとかで全部さ、アスペとか言うしてるけどさ。いや、でもかわいそうだな。あれ言わない方がいいと思うんだけど、あれ。ひどいよね、結構。とわかるけど、確かに急に怒鳴ってきたりして、うわっ、嫌だなって気持ちが話してきたら、非常にかわいそうです。なんかすごい、ね、一生懸命話してきたら、その言ってる言葉が申し訳ないけど、何言ってるかがわからなかった。あ、なんか青い鳥飛んでた。だから、かわいそうだけど、すげえ綺麗な鳥飛んでる。言い方かわいそうだけど、簡単に見くるめられるっていう感じ。え？簡単に何？こっちの言い方にくるめられるっていうか、簡単にこっちのペースに持っていけるっていう。でもちょっとごめん、時短と踏んだ時笑いそうなっちゃった。まあやめろよ。いやだってね、そんなことすると思わないじゃん。まあマジか。でもその時短とがなかったら私は多分気づかなかったよ、その人。なんか頭のおかしいのがまた来たよって思って。そうだね。まあそもそもなんか先に他の回でもなんか変な行動をとってたから、
まあ、住みやすい町だからね、そういうところで。町田は、そうだね、障害者に優しい町だから。わざわざ引っ越してくれた。ちょっと水になって飛んでるんですよ。あ、すげえ。何あれ。すげえ綺麗。フォーメーション思い出しちゃった。可愛かったな、大体ね。まあね。大体けど、あいつに会いたくない。そうなんだよな。あの子たちに会いたいと思うと、時間と予測すると絶対あの子に。ダメなんだよ、ああいうよくわかんない判断力というか理解力持ってる人、理解持ってる人。またやろう。土の匂い。土の匂いだとね、土の匂いと被って匂いしないんだけど、アスファルトの匂いだともろっぽわーってくるから、手くちゃい。あ、土の匂いいいですよ。匂い出ちゃうんですけど。はい。これどうするの？ちょっと待って待って。ちょっとおい。これこれ。忘れ物。ね、ちょっと。花火このメロンパンみたいな。ね、おい。ちょっと。それ結構泣きたくなるよ。でも匂い漏れてないし、まあ大丈夫だけど。あれ、ずんずんまでが痛い人の横に来た。怖い怖い、刺されたら死んでしまう。刺されだってめっちゃケツから針出てんじゃん。あ、まだまだいるのかこの時期。座っちゃった。やべ、22分だ。あーほんとほどっこいっしょ。あ、水が欲しいの。あなたの給水ポイントね。あんま気にしたことなかったけどさ、あれなんだよ、作ったのが一緒なんだよ、デザインが一緒なんだよね。あ、まあ、あ、結構2世代かも、あそこで2世代じゃないです、その人なんでしょ。行こう。
コンピューター君呼ばない。嫌だって、こっちから行くの嫌なんだって、こっちがいいんだよ。はい、わがまま君。よーいドン、ほら虫だよ。でも周りは絶対してくれ。何だコンピューター。コンピューター。のダックバージョン。